なるほどジャパンだ、始まるよ。こんばんは。こんばんは。はい、2月だよね、はい、2月の第4週目、パンダでもわかるお金のレッスンということで今月もスタートいたします。まず最初に、はい、お願いします。いつもの、はい、いつものように、トレイルフレッシュっていう、ちゃんとこの空間は除菌されてます。このパーテーションもありますので安心してご覧ください。はい、ありがとうございます。はい、今日もですね、投資家3人組、投資家って言っちゃう、はい、で、パンダとウサギと馬でやってきます。よろしくお願いします。はい、まず1枚目のスライドお願いします。もう早速ね、どんどんいっちゃいますよ。今日はね結構ボリューミーなんで、うん、もうあの季節ネタもなくどんどん、はい、ね、暖かいですけど、はい、はい、1枚目お願いします。あ、いいですよいいですよいいですよ、どうぞ頑張れ。はい、3回目、はい、じゃあ次お願いします。はい、今回3回目のお話は、税金を少なくする知恵ということで、顔出ますかね。あの顔が出たらちょっと私の顔出してほしいんですけどあ、出た出た、よかったよかった。はい、知らないうちに税金を多く取られてるかもしれない。税金の知恵がないとお金持ちの状態を維持できない。ただし節税に意識が行き過ぎると、人生縮小するっていうことでね、うんうん、今日はね税金のお話ですよ、うんうん、テーマは、うん、知りたい、知りたい。どうですか、普段から税金のこととか考えて生きてます、生きてます生活してます。あの、ね、私会社員なんで、うん、もうねちょっと限度があるかなって感じで、うんうんうん、悲しいな。でもあの、いやでもね、税金のことって日々、うん、あの私たち関わってますからね、うん、あの知らないうちに税金多く取られてるかもしれないって嫌ですよね、うん、あ、そうですね、うん、はい、税金ってあの意外に知らないというかね、本当に身近な消費税だったりとかね、うん、あのこう通知が来るような税金っていうのは、うん、あの分かるんですけど、うん、あの今回ね、まあ、ちょっと見落としがちなものとかね、お得になるものとかはね、どんどんちょっと紹介、うん、あのしていきたいと思いますけど、節税にね意識が行き過ぎると人生が縮小するって、これどういうことですか、うん、ね、ま、最後これはですね、うん、まあ、あの勤め人のようにですね、うん、まあ、あの収入が決まってるような方じゃない、うんうん、場合をちょっと想定していて、例えば自営業者の方だったりとかにまあ当てはまりがちなんですけど、まあ、あの税金少なくするっていうことはいろいろ節税の方法はもちろんあるんですけど、基本的には売上が少ないと税金が少ないっていうような形になりますので、税金少なくするってことは売上をあの少なくするとか、あの経費をその無駄に多く出すみたいな形になっててですね、そうすると売上少なくて経費多くっていう風な形になると、あの当然事業って大きくならないじゃないですか。なるほどね、なんかあのすごい税金少なくしてしたくて、あれもこれもって経費に出すと結局売上が少ないから事業が大きくなれないっていうことですよね。なんかちょっとお金がかかっても投資した方が実は事業自体がやっぱ本業が売り上げ上がるのがね一番理想ですもんね、はい、節税してお金を貯めるというよりはね、やっぱりね事業として成功したいというのもありますもんね、うん、なるほどなるほど。はい、じゃあ次お願いします。で具体的にやりたいのはね、どんなことかっていうと、節税しながら貯蓄する、節税しながら投資する、あ大好き節税するために無駄遣いをするのは本末転倒、節税できたからにはそのお金を有効活用したいということで、はい、やっぱり節税するために無駄遣いってどういうこと？節税するために無駄遣い、節税するために無駄遣い、うん、例えば売上上がったとして、うん、今日はじゃあちょっとうまいステーキでも食い行くかっていうのを、まあたまにだったらまあいいんでしょうけど、まあ経費で落ちるからとかっていう理由で、はい、
まあ、たまにだったらいいんでしょうけど、うんうんうん、それがずっと続いたりとか、まあ、なんか別に事業と関係ないものを買っちゃって、でもいますよね、節税できたからこうなんかご褒美になんかちょっといいランチに行っちゃうとか、なんでもあれなんだね、あの自分へのご褒美とかさ、はい、そういうご褒美系ってさ、はい、あの言い訳だよね結構ね。あと給与所得者とかで、だとですね、うんうん、まあ、年末調整っていうのがあってですね、それが1月ぐらいにお金が返ってくるじゃないですか。あの、あれ本当はあの税金を前に事前に納めたものがただ返ってきただけなんだけど、うんうん、得したわけじゃないよね、なんかボーナス的なね、なんかボーナスって勘違いしちゃってっていう、まあ、しょうがないよ、はい、あの積み立てとかもそうだよね、自分が積み立てたのがさ溜まってるだけなんだけど、ボーナス的な金になっちゃうね、はい、まあでもね、それをやりすぎるとまあ意味ないよってことでね、やっぱ有効活用したいですね。はい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、これですよ、どんな種類の税金があるかっていうことなんです。で、個人には、所得税ね、住民税とか個人事業税ですね、法人、で法人税、当然法人住民税とかね、事業税で、消費税と相続とか贈与税、これもね結構わかんない、いざそのなんか立場にならないと真面目にこう考えたりする時間ってないですよね。だから財産としてはまあ、あ、自動車税、はい、不動産取得税、固定資産税ね、酒税、タバコ、そう、あれ何、揮発、まあ、ガソリンの税金ですね。あ、はい、あ、なんかすごいよね、まあ、あのよく考えたなって、うん、すごい、あれは、はい、空港使用税みたいな、あ、あるね、あったね、なんか、まあ、いろいろありますね、細かいの、なんか温泉行ったら入湯税、ね、そうだよ、あれね、銭湯もじゃあ税金ってあるのかな、え、なんかでも温泉はさ、うん、ほら勝手に湧くからさ、うんうん、そね、はいはい、税なんだよ、うん、あれね、はい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 、そうだよね、うんうん、いやだから税金はまあまあ消費税とかはねもうみんな分かってるね、日々のことだから、うん、で個人のまあ所得税もこれも申告ね、今なんか必死にやって、うん、あの番組見てる場合じゃない人いっぱいいると思いますけども今もう本当季節、あ、そうだね、ね、季節のテーマだなって本当に思いますけどね、うん、はい、あのいつも税金って5月になるといっぱい来るじゃないですか、固定資産税とか車の税金とか、そうですね、私1年で一番嫌いですもん、5月とか6月、まあ納税通知が来るタイプの税金ですよね、うんうんうん、はい、そうそう、なんかこう分かりやすく払えよって言われてる感じしません、うん、春だと、そうだよね、うん、春でも本当にいや一番お金がないかも、うん、6月かな、6月ぐらいに来るのかな、うん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 、で、あとタバコ吸う人もね、そうだね、あのいつも怒ってますよ、うん、はい、あ、温泉税金があります、はいはい、ありがとうございます、調べてくれすごいすごいそうです、はい、じゃあ次のスライドお願いします。あ、ちょっと一個戻っ、あ、戻って、少し戻っていいですか、はい、すいません、まあ、あの、うんうん、税金いろいろあってですね、うん、まあ多分どんな税金が節税できるのかとかっていうようなのとか、うんうん、一応ちょっとスライドの右側に書いたんですけど、うんうん、節税の対象が青、でもうそもそも節税自体無理っていうか、あ、まあ無理っていうのもちょっと正しくないんでしょうけど、タバコ税安くするとか無理だよね、まあタバコ吸わないとか、まあそういうことなんですけど、まあでもそれはちょっと税金の話とはちょっとまた違いますからね、あ、不動産取得税とかなんかできそうなのにダメなんだ、まあ、結局もうそこの物件によって決まってたりとか、あと自動車税とかも車種によって決まってたりとか、用途とかによって決まってたりとか、もちろんなんかその運送業やられてるような方だったら、うんうんうん、まあ、ここら辺をうまく考えてっていうのはあるんでしょうけど、うんうん、まあ、個人だとほとんど無理だと思って、まあ、そこはもうあの通知が来たら払えと、そういうようなことで、よね、あの、はい、よくなんか税金をこうは、ね、通知来て払わないで1年とか経っちゃうとどうなの、はい、なんか督促とか、まあ、督促とか来ますよね、はい、まあ、税金ってやっぱり、まあ、あの結局、うんうん、一番最初に払わないといけないものなんで、とにかく払わなきゃいけないんだよ、はい、どうにもならないよね、はい、税金じゃなくてもそうだよね、はい、逃げらんないよね逃げても逃げらんないよね、はい、なるほど、あ、すいません、じゃあこれで、はい、次でお願いします、はい、節税の難易度難しいんだよ、所得税、法人税っていうのは、あ、比較的簡単に節税できる方法があるんだって、ちょっと待って、これは上が、うん、
簡単下にだからそう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 、まず簡単なのは所得税と法人税 で、はいはい、で消費税はまあ給与所得の人の節税もいいですけど、まあ事業者は勉強必須、あこれって事業者ってあの副業で個人事業主をやってる人とかもまあ勉強すればいろいろあるってことなんですか。あそうですね、あのあるといえばあるんですけど、まあそうですね、売り上げがそもそもないと、消費税っていう概念がもうないので、ある程度売り上げが出てきたらですね、消費税の負担っていうのが結構大きくなるんで、これを知らないとですね、なんか、はいはい、そんなに税金かかんのみたいな感じになってですね、そうなんだよ、税金ってさ、はい、自分がそのレベルに達してないとさ、はい、あんまり考えないでさ、売っちゃおうとかさ、なんか稼いじゃおうとかなるけど、いろいろ調べるとさ、そんだけ稼いでた人には実はパーセンテージがすごい 高い税金の対象になっちゃうとかありますよね、はい、特になんか消費税なんかって、まあ、今税率 10% じゃないですか、その、まあ、利益ってまあ売上から経費引いたものが利益になると思うんですけど、消費税ってあんまり儲かってない事業者にとっては結構しんどい税金だったりとかしてですね、まあ儲かってないのに消費税はかかってくるってみたいな、そういうような所得税と法人税って儲からないとそもそも税金かからないんで、節税できる方法ってまあ経費をうまく計上したり、国に認められた方法で節税したりとかっていうのがあるんで、節税できる方法いろいろあるんですけど、消費税は本当に私も本当そう思う。だって、はい、関係なくさ一律だからさ、10% が楽な人と苦しい人っているわけで、います、います、はいはい、平等のようで平等じゃないんだよね、そう思いますね。なんか、法人税と所得税となんか税金のかかり方微妙に違うんで、その消費税のこととかってなんかもう勉強しないとあれそうだったのみたいな、そんな感じになるんですよ、はい、ね、こう平等と正義は違うってそういうところなんですよね。はい、じゃあ相続税と、まあ、贈与税ね、これはまあ私なんですよ、分かんないですよ、まあ、これも専門家に頼るのが一番だと思います、ね、こう専門家がさ、はい、嘘つく人とかいない？そうそう、そういうのなんかね、相当税理士によってやっぱり強い弱いあって、やっぱり、はい、ほら葬儀とかさ、はい、ね、亡くなって手配してバタバタしてる間にどさくさに紛れて高いお葬式上げさせられちゃう人いるとか言うじゃない、ね、その、はい、知らないで、知らないし、はい、急なことだから、はい、もう丸投げしちゃってっていうので、そのいい人に当たるか悪い人に当たるかってあるんですか、はい、そういうの、まあ、専門家だからね、ある程度の範囲でね。あ、でもやっぱりなんかダメな税理士なんかとに当たるとですね、やっぱり相続税高くなったりとかっていうのあるんで、ダメな税理士といい税理士ってどうやって意味を、まあ、相続税のその実績がどれぐらいあるかっていうのをなんか聞いてみたりとかするのがいいのかなっていう、まあ、全然もう相続税触らない税理士なんかも結構いますからね、やっぱり税理士さんでも得意分野があるとか ありますね、はい、専門分野とかで見た方が、はい、じゃあそうか、仕事でこうほらお願いしてる税理士さんが、まあ、果たして相続税に強いかって、あ、そうですね、違いますね、そうなんて調べられるの、なんか聞くと失礼なんだけど、あ、調べるってほらだからさ、今までのキャリアを 見ろってことそうです、ね、それはなんかネットとかで 見る感じで、まあ、ネットだったりあるいは実際に聞いてみたりとか、聞いちゃっていいんですか、っていうところでしょうね。でもさ、はい、まあ、わかんないや、私まだ贈与も相続もないから、うん、でも絶対こんなの考えるのって、うん、本当にもうすぐだなって思った時に、うん、はい、そうね、くらいよね、うん、まあ、あとはその残すものが大きい人ね、あ、そうでもね、これは聞いたことあります、友達がやっぱり結構大変だって言ってた、その結構その土地とか持ってる人は売ってなんかね、納めなきゃいけないみたいなこと聞いたことあります。そうそう、聞いたことあるから勉強したいですね、うん、あとはなんかその、うん、相続と贈与っていうのに称してなんかその、うん、何でしたっけ、土地活用とかって称してその、うん、なんか投資用のアパート建てさせるみたいな、そういうのもあるんですけども、それもなんか税金のために、税金の節約のためになんかいらんもん、うん、私ね、いらんもん投資させられるみたいな、そのツアー行ったことある、はい、え、あのね、ツアー、そう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 、私なんかツアー行って、私にはもうほら遠い話だから
まあ黙って聞いてようと思ったんだけど、割とおじいちゃんおばあちゃんがいっぱいいる保険の会で、はい、でいや例えば1億あった残った場合はそこの土地にこうやってやるよりもでマンション建ててこうやった方がどうのこうのなのでこれに入ったらいいですよみたいな、あの、話が何千万とか奥の話だったから私には関係ないなって言ったけど、みんな一生懸命メモしたの。でも結局それツアーだからそこのなんか保険会社に行って話を聞くから、うん、もう完全になんか仕組まれてる感じなの、うんうんうん、でも一生懸命こうなんていうの何百万とか何千万の話をさ、うん、真剣に聞いてるから、うん、みんなお金あるんだなと思ってたけど、うん、あだからもう騙されてんじゃないかな、そういう投資用のなんかっていうのにやる前にもう税理士に聞くのが一番早いですよね。あ、なるほどね、はい、相続で投資する、うんうん、なんか騙されやすいんでこの辺は本当に、はい、はい、はい、あ、はい、ごめんなさいね。じゃあ次のスライドお願いしてもいいですか。はい、給与所得者の節税ということで、給与所得者って、まあ、いわゆる働お勤め人の人のことですよね。そうですね、はい、はい、所得税っていうか、まあ、住民税の節税が、まあ、基本メインということで、で、お給料引く給与所得控除っていうのが給与所得。はい、ここの話なんですけど、うんうん、多分サラリーマンの方って、うん、まあ、給与明細とか、まあ、多分毎月もらってるとは思うんですけど、うんうん、何がどんな形で引かれてるかっていう仕組みが、うん、まあ、分かってない人が結構いると思うんですね。明細私も、まあ、働いたことほとんどないんですけど、まあ、見ないよね。見ます。ああそうか、だけど全然分かんない、分かんない、引かれてるなっていう、なんでこんなに引かれてるのっていうぐらい、うん、そうそう、そういう印象ね。 20% とか、ああもうすごい引かれてますね、うん、だからもうこの辺もですね、うん、本当はですね、まあ、国税庁のホームページとか見てですね、うんうん、まあ、自分の、まあ、何でしたっけ、その税金の対象になる給料がいくらで、うんうん、あとその今扶養されしてる人数が何人だから給与所得、給与所得控除というか、まあ、そうですね、源泉徴収されてる金額が、うん、どういうふうに計算されてるかっていうのを本当は勉強されした方がいいとは思うんですね。いや本当にそう思う。給与所得から各種控除を引いたのが課税所得とか、うん、意味わかんないもんね、はい、もうすでにさ手取りがお給料だと思って考えてる人がいるじゃない、ね、そうですね、うん、もうその給与所得の方にとってはですね、うん、もう給与所得控除って書いてある、うん、まあ、上の段のところですね、うんうん、金額はもう決まってるんで、うんうん、そこはいじくりようがないんで、うん、もう給与収入が決まってたら給与所得はもう自動的に決まってるっていうことなんで、うんうんうん、節税する要素としたら各種控除っていうところになります、うんうん、はいはいはい、下の段のね、はい、ちょっといっぱいいろんな控除はさ使った方がいいよね。そうだね、だこの上はもう絶対どうしようもないよね。だってお給料が決まってんだ。例えばなんか、うん、そうか、各種、はい、はいはい、そうですね、はい、じゃあそこをちょっとね知りたいですね。はい、じゃあ次お願いします。はい、各種、基礎控除、控除ね、基礎控除以外ということで、はい、どんなのがあるかっていうことですよね。そうですね、はい、出ました。はい、配偶者控除、扶養控除、ね、遠方の方も控除できる場合もあるって言いますけど、で、生命保険、地震保険、社会保険っていうのは家族名義も控除できると、うん、はい、で、医療費控除っていうのも家族名義でできると、ね、であとはその他が、小規模企業などの掛け金控除、はい、これは事業者の対象ですね、はい、結構ありますね。まずさ、そこの青のね、扶養控除ですね。遠方の親戚もできるんですか、うん、なので例えばその、うん、もう年金暮らしで、うん、住んでる、うん、まあ、別居してる、例えばその、うん、ご両親なんかが、うん、いらっしゃるとしたら、うん、もうそこをもう扶養っていう形で、まあ、一応その建前上は、何か援助して
経済援助してるっていうところなんですけど、うん、そういうところもあのもう不要に入れちゃって入れてしまって、ね、住所が違ってもいいってことなの、はい、住所違っても大丈夫っていうところ、できるんですか、それはあの一等身とか、はい、なんかこうなんかですね決まってますね、税法で確か6等身ぐらいまで行ったんで、うん、結構いるよ結構いるんで、あのだから税務署の職員なんかはもう当然こういうこと知ってるんで、うんうん、あのなんか扶養家族がすごいたくさんいる状態で扶養控除出してるっていう税務職員なんか結構あったりとかしますね、はい、これもなんかこれってでもそうなんだ、すごくない、うんうん、例えばあの私両親が近くにいるんですけど、うん、扶養に例えばして、はいはいはい、っていうことができるってことですね。できるっていうことになりますね。でも年金もらっててもその要請は、まあ、年金もらってて、まあ、あとはその扶養の条件を満たせばってことですね、うん、まあ、年金がそれなりにあるようなとこだとちょっと無理なんですけどっていうことなんですけど、はい、まあ、そこは扶養の条件は見ればと思いますね、はい、知らないよね、うん、知らなかった、うんうん、見落としてるとなんかその1人38万とか、まあ、高齢者になると48万ぐらい控除所得控除になるんで、もう結構大きいですよ、やっぱさ、うん、知識だね、うん本当にちょっとこれを調べてみよう、情報ですよ本当にね、うんうん、知ってるか知らないかはやっぱり、ね、こういうの教えてくれないもんね、積極的にね、国はね影響するね、まあ、他のやつも全部ね家族名義でも控除できるって、うんうんうん、なのであの例えば夫婦が共働きだった時には収入が大きい人にもう人が払ってるってことにして、うん、控除にそっちに寄せちゃうっていうこととか、あとですね上限が決まってる控除っていうのがあって、例えば生命保険料控除とか、うん、地震保険料控除、あ、まあ、これがまあそもそも必要かどうかっていうのは、まあ、家庭によって違うんですけどもし、まあ、かけてたと必要だという認識でかけてたとしたら、例えば夫婦で何か保険をなんか5万10万とかかけてたりとかすると、もう生命保険料って確か10万が上限になってるので、もうそこ分けちゃってで、控除にしちゃうっていうようなこともまあできますね、はい、医療費控除なんてね、私もこの間聞いたんですよ、うんうん、私の歯医者さんのお金落とせるのって10万超えないとダメです。いや私だから超えたのよ、はい、あ、じゃあできるね、超えたのよ、セラミック入れて、はいはいはい、でそういうのもいけるってことでしょ、そうだね、はいはい、すごいね。でその他の小規模企業、これはそうですね、またちょっとこれはまた後ほど、あ、そうですね、これは、はい、お勤め人じゃない人のね、そうですね、はい、話ですね、はい、はい、じゃあ次のスライドお願いします。で番外編が、はい、ふるさと納税ということで、そうですね、ふるさと納税ね、まあ税金税額が少なくなるっていうわけではなくて、まあ自治体に行くと返納品が、まあ、もらえるということでね、サイトもありますけど、はい、これはね、イラウサさんが得意なんですよ、はい、いや、じゃあちょっと次のスライダーお願いします。じゃじゃん、はい、じゃん、これ全部はい、やりました。ふるさと納税すごい ね、 もうね、美味しそう。そう、12月のね、うん、終わりぐらいにやった方がいいよって言われて、うん、あ、ね、これそう、私やってなかったと思って、年末になんか思い出すよね。そうなの、ふるさと納税しなきゃって、ちょっと明太子以外はもう全部来ていて、うん、ちょっとハンバーグがもうとにかくまあね、そう、うん、美味しくて、ちょっと追加今年も追加購入しちゃいました、うん、でもこういうのでね、美味しいと思って買いたいってやっぱなるから、やっぱ意味あるね。ただね、これそういまいちね、なんかよく分かってなくてね、うんうん、ふるさと納税は節税効果があるって言うんだけど、うん、あ、じゃあどう、あるんだよね、じゃあ次のねスライドはね、もうわざわざ出しますけど、うん、あ、これ私好き、もうこれ、ね、え、逆にこれね、私これふるさと納税でしか、わざわざ、いや、買えないんだって。だから、え、そうなの、それ用のやつなので、これ私本当親がもう好きすぎて、ちょっともう追加で買ってくれって言って親に買ってあげたんですけど、じゃあ今年ももう、いや、もうだから2個目買っちゃってるからで、うんうん、これそんなに収入が良くないから、うん、額がそんなに毎月なんか頼めないんですよ。だからね、誰かこれのなんか似た味が知ってる人がいたら教えてほしいなって思って、はい、あ、ちょっと、はい、すいません、どうでもよかったですね。前のじゃあ2つ前のスライドって戻れますか、はい、はいはい、
ふるさと納税って今あったように、うん、こう具体的にどういう感じなんですか？その普通に税何なんかな、自分のところの税金を納めるのと、まあ、自治体にね、ね違う、そうそうそう、そういう他の県のところに納めると、ね、こっちは払わなくていいっていうことなんですか？あ、そうですね、その分払わなくていいっていうだけなので、うん、まあ、あの税金が、まあ、住民税になるんですけど、うんうんうん、まあ、住民税の総額が別に減るわけじゃなくて、同じ金額、はい、ですね、それもですね、あの、うん、少しですね控除できる額みたいなのが決まってるんで、なるほど、なるほど、はいはい、なので、うん、むしろあのコストはかかるっていうことになるんですけど、まあ、それを返礼品があると埋められるみたいな、うん、そういうところがありますね、まあ、場合によってはまあプラスになったりとかっていうところなんで、ね、同じ払うのでね、はいはい、のが美味しいハンバーグが食べれるんだから、うん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 、いいね、いや本当、でこれは、OL さんでも個人事業主でもやった方がいいものですか？あ、そうですね、住民税がある方だったら、うん、住民税ない人いる、まあ無職だったり専業主婦だったりとかすると、うん、まあこの辺はあんまり専業主婦の人はダメなんだ、まあ、ご主人がそもそもないとって、まあまあ、あ、そうですね、はいはい、じゃあお一人様事業、お一人様って言わないか、はい、個人事業主の人もやった方がいいんだね。あ、まあできますね、はい、うん、それはあの専用サイトに行くともう分かりやすく出てるってことなんですね。出てたり、まあ、手続きの方法みたいなのもサイトに載ってたりとか、うん、まあ、そうなりますね。あの CM もやってるもんね、うん、ね、うん、もうぜひぜひこれはね、あのやった方が得そうですね、うん、はい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、事業者の節税ということで、うん、事業者っていうのは今度はまあ勤めてない人ですよね、はい、うんうん、の、まあ多数あるっていうか収入の事業収入からまず経費を引いたものが事業の所得になって、うん、その所得にそのさっきのね各種控除、うんうんうん、ね、まあそれが課税所得っていうなので、うん、まずそこをやっぱりいっぱい控除を節税したいってことですよね。個人事業者っていうふうにちょっとまず、うん、考えていただければと思います。はい、まあ、法人は法人はまたちょっと別なスキームだったりするんですけど、はい、でも得だね、会社員より事業者の方が絶対。あ、でもですね、そこちょっと一つ言わせてもらうとですね、うんうんうん、まあ個人事業者って、うん、例えばパソコンとかですね、うんうん、そのそういう仕事に必要なものを、まあ、あの売り上げから賄わないといけないっていうことなんですけど、うん、勤め人の方って会社からパソコン支給されてたりとか交通費出てたりとかっていうのがあるじゃないですか、まあ、そうですね、はい、なのでそれをなんかそのみなしの経費としてなんか給与所得控除って形で出てるので、まあ事業者がまあ何でも経費でできるからいいって言っても、まあそれ売り上げがないとそもそも経費にできないっていうところがあります。結局そうなんです。そうなんです、売り上げやっぱ本業を本気で、はい、私もね、うんうん、言われた、なんかいろいろ専門家の人に、うん、一番は本業を一生懸命やることです、うん、まあそうですね、そうなんですよね。そうそうそう、まあ売り上げありきのの話なんだよね、こういう知恵もね、はい、本当に、はい、そうそう、売り上げがないのに節税のことばかり、うんうん、そう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 考えてもしょうがないっていうところで、こっちばっかりね、あ、まあ、ただ売り上げがある程度ある場合は、うん、そのサラリーマンなんかよりも経費にできる項目がいろいろあるんで、うんうん、そこはあの調べるといろいろ見つけられますね。本当にあの調べないと教えてくれないんですよ、日本は。いろんな去年からね、今年からもういろんなあの支援とか補助金とかあるじゃないですか、うん、よっぽどテレビでやって周りがやってれば、あら私もあの関係すんのかなと思うけど、うん、そうじゃないものってすっごいあるけど、自分で探してどういうものかって言って対象者かどうかっていうのを調べないと向こうからは言ってくれないですかね、うん、いや本当にねそれは思いますよ、うん、なんかこういうあの知識とか情報とかね、うん、最近あの私たちの中でね金融リテラシーって言葉が流行ってるの。はいはいはい、はい、やっぱねあの金融リテラシーっていうのを育てないと、うん、あの得しない、うん、損してるわけじゃない、うん、損することあるかもね、得もしなくても、うん、まあ、損しないぐらいの金融リテラシーは欲しいかも ね、 っていうね、そうなのよ、うん、得というよりそもそも権利を受け取れてないかもしれない、はいはいはい、っていうのをね、うん、あの勉強してますよ、あのお金持ちほど勉強してますよね。これの詳しいですよやっぱり、はい、お金のことにね、はい
はい、じゃあ次は、なんとおすすめの書籍、本ですね、これは誰の本なんですか？これはですね、なんか元国税庁の、調査官をやられてた、あの大村大二郎さんって、まあ、大二郎じゃなくて大二郎なんですけど、まあ、その方が結構ですね、節税とかですね、はい、脱税とかの本をですね書いてて、脱税っていうとちょっとイメージ悪いかもしれないんですけど、ね、でもなんかいいね、はい、このタイトル、これ、まあ、結構インパクトあってですね、私もあの独立した頃にですね、一番最初に読んだ本だったりとか、本当にね、これは読みやすい、これはもう分かりやすいですし、しかもその税金についてですね、興味がある形でですねね、あの書いてくれてるんで、とても面白いですね、で、そうなんですよ、そうです、でちなみにそのなんか、脱税っていう言葉使うとですね、世間的にはなんかイメージ良くないっていうような感じがあるじゃないですか、節税ならね、まだあれだけどね、確かにダメ、確かにダメななんかその脱税もあるんですけど、結局なんかその脱税がダメっていうイメージってそのサラリーマンの感覚で言ってるんですね、つまりあのサラリーマンってもう税金が決まっちゃってるので、そうすると税金を減らせるっていうのが、うん、あのよろしくないことみたいな感じだったり、あと税金ってもうそのもうかっちり決まってるもんなんだっていう固定観念があると思うんですけど、ただ実際あの事業者やってるとですね、その税制ってまあ所得税とか法人税とか、消費税とか、まあこの辺が主なところなんですけど、税制ってその税務当局との見解の相違っていうのが結構あって、あの事業者にとってはこれは経費のつもりで申告しましたって言っても、税務当局の方がそれがダメですとか、あるね、はいはい、でそれの押し問答とかで決まる場合もあったりとか、そういうのはありますので、なんかその経費っていうのが、経費とか、まあ、税金っていうのがもうかっちり決まってるっていうものじゃないよっていうところを勉強するっていう意味でもいいかもしれないです。私ね、はい、昔ね、あの大学卒業して、あ、画面出ます？そう、大学卒業してね、あの英会話教室で働いてたんですよ。でね、そこの生徒さん、そこはねハイソサイティーランゲージクラブって言ってね、はい、ちょっとなんかハイソの人たちの英会話教室だったんですよ。でみんな会社の経費で英会話教室を落としてる人がいたんで、社長がいたの。でそしたらそこのその英会話教室がなんか結構あのどっかの会社の節税で作られた会社だったから、最後の方グダグダになっちゃってね、で生徒さんが辞めてく時にその社長がうちの会社の経費でここの英会話教室を落とそうとしたら、その会社の対応なしてないから認められないって言われて、落とせるはずだったのが落とせないっつってすごい怒られてさ、なんかそのまず経費で英会話教室通うのありなんだと思ったんだけど、はいはい、ありなんじゃない、でもそれありといえばありだよね、うん、まあ、あのもちろんね、あのあれなんじゃ、英語で喋るようなね、あのそういう場もある学会で英語でやるんだなんてから、多分それはありだと思ったんだけど、だからパソコン教室とかそのねおじいちゃんが通ってるわけですよ。でもなんかそれが認められなかったんですよ。それ不思議だね。だからそこの英会話教室がなんかちょっと怪しい会社だったんだと思う、でもさ、怪しくても怪しくなくても一応英語をさ勉強したんだからね、なんか認められなかったんだって。だからその押し問答したんだろうね、末ダメってことになっちゃったみたいな。まあそのダメっていう部分がなんかそのなんか世間的に、例えばマスメディアの報道なんかで脱税とか所得隠しみたいな形で報道されて、なんか悪いイメージになってるっていう場合もあるんだとは思いますね。まあ本当にダメな確信犯的な脱税っていう場合もまああるんでしょうけど、まあそうじゃない場合もあるっていうところで、まあとにかくこの本は結構おすすめですね。じゃあね、読もうかね、これは絶対読みたい、あ、もうあのなんかアマゾンとか、まあ、何でもいいんですけど、大村大二郎っていう名前で検索するとですね、結構いっぱいいろんな本が、でも分かんないもん、でもなんかもうこの2冊、はい、これって言われないとさ決められないもんね、はい、まずはこれから読んでみます、脱税します。じゃあ次のスライドお願いします。お願いします、次のスライド、はい、これなんですよ、私の好きなやつ、節税しながら貯蓄投資、大好き、はいはい、通常は収入から税金を引いた手取りで貯蓄、
や投資をすると。で、国が認めた方法を使うと税金の控除対象になる貯蓄投資がある、うんうんうん、でっていうのは払う税金が少なくなるってことってことですよね、うんうんうん、まあ普通だったら、うん、まあ残ったお金で運用したりとかね、うん、貯めたりするんだけども、うん、ちゃんと合法じゃないね、ちゃんと国が支援してるというかね、うん、いうものがあるんだよっていう、その税金がだから少なくなるっていう貯蓄投資方法があると、これまずやってからいろんなものね、他のものをやるべきだなって最近やっと分かりましたよ。あ、はい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 、そっちをさ、下をやらないで、うん、儲かる話ばっかりいくって、まずふるさと納税してからにしろよとか、そういう話なんですよ、うん、はい、ね、はい、そういうことでしょ。はい、で、まあ節約とかっていうと次のね、イラウサの画像があるんですよ。ちょっとお願いしていいですか。あ、これね、ここに入れたんですよ。これはね、うん、そう、でも大きいです。何かっていうと、まあ、携帯料金、うん、そう、iPhone って書いたら、まあ、スマホ代ですよね、うん、これ2015年は、うん、まあこれ多分ですね、なんかね、ソフトバンクと、まあ、au どっちか2年交代でこう更新してできるだけ安くしてたんだけど、それでも8000円、まあ、一応ね、そうなんですよ、うん、9万8000円だから携帯にかかってたのが、うん、2020年は3万、やばくない？すごくない？いや、3ギガですよ。なかなかいないよ。いやいや、いるって。これ1ヶ月でかかるお金だから。そうだよ。ええ1ヶ月3万そうだよ。3万ファミリー的な1ヶ月2ヶ月のお金。あ、そうかそうか、そうそう、だからね、やっぱりね、まあこれはね、節税じゃないんだけど、節約は、はいはい、うん、やっぱね、結構ね、そのほら10円安い野菜を買うとかいうよりも、うん、結構固定費を見直すといいんじゃないかなって思って、うん、ちょっと今日ね、だから次のスライドもそうなのかな。次はね、 あ違うわ、あ、それになっちゃったね。 あごめんな、ね、それだね、まずこれね、うん、これはね、今月、来月からもう、ね、すごいでしょ、5ギガ ね、 もうね、信じられないよ、ね、この人ね、うん、3ギガで生きてたから、全然3ギガで余ってるよみたいな、もう3ギガで生きてね、全然繋がんないよって言ったのがね、私5ギガにしたのすごいのってすごいで、5ギガで、しかも今までは3ギガで1980円とかだったのが、うんうん、今ね、アハモとかいろいろこうね、携帯の料金が安くなってて、なんとこの1380円で5ギガも使えるっていう。いや、もう尊敬するわ。いや、すごいよね。いや、でもね、まあでも、あれだよね、もう使えないように自分でその環境設定してるってことね。そうなんです、そうなんです。私も朝スマホ見ないようにしてるし、そう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 、もう家に Wi-Fi があるん で会社がまず携帯を持ち込めない会社なので、うんうんうん、全部ロッカーにもずっと預けてるので、まあね、まあそんな使わないかなっていう感じ。確かに確かに、はい、いやでもありえないな、ギガじゃなんかあ、そう、もう瞬間に終わっちゃうよ、瞬間に。なんでそんな動画とかを見るの？なんだろうね、まあ、私別に動画見ないんだけどね、家にも Wi-Fi あるしね。ただでも例えばお買い物行く時とかでも、うん、1000円だけ握りしめてスーパーに行けば、うん、もう1000円分しか買えないじゃないですか、まあ、だからもうそうやって自分で枠をもう決めちゃうっていうのは大事なのはわかるけどね、うんうんね、ちょっとね、情報がやっぱ多すぎるので、私はあまり見ないようにしてる。でもね、うん、人が美味しいランチした情報とかいらないよね。でも SNS とかはもう映える写真いらないよね。あ、でもね、そういう世界じゃなくなってきたみたいだよね、うん、やっぱりちょっともうね、うんうんうんはい、あとは、はい、じゃあ次は ね、 次はね、さっきちょっと、ね、これはね、ちょっとね、もう本当に余談なんですけど、うん、私お洋服の、うん、あ、これね、お洋服のね、ダーニングっていう方法で、うん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 、まあ、今日もこのジーパンを履いててちょっとジーパンが見えなくなっちゃったんだけど、うんうん、まあ、ごめんね、いいの、作ろう方法があって、うん、穴が開いた洋服ってみんな捨てちゃってたと思うんですよ、うんうんうん、今まで。だけどこうやってまあ、作ろうことができるよって、すみません、うんうん、穴はもうね、埋まっちゃってるんでね、どんな穴だったかわからないんですけど、うんうん、私自転車なのでよくロングスカートとか長いスカート引っ掛けちゃって、うんうん、穴を開けちゃうんで、うんうん、まあ、履くなよっていう感じなんだけど、ね、おしゃれだよね。いや、そうそう、結構わかんないんですよ、もう遠くで見るとわかんないぐらいになってて、古着っぽくていいの。でも今までそう今まではちょっと嫌だなって、穴開いちゃったらどうしようかなって感じだったのが、今は直せるので、まあ、洋服の節約になるという小ネタでした。昔も直せるけどね。今も直せるけどね。これがね、結構その作るでもおしゃれだよね。そう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 、まあそういう、はい、ちょっとした洋服の節約の
節約マスターだ。いやでもそうでもないけどね、あれなんだよね、苦しいと思ってないとこがいいもんね。全く、いや苦しくないでしょ。楽しめてるっていうのがさっきのね、やりすぎて心が疲弊しちゃダメって前回かな、なんかねそんな話ありましたけどね、そうやってねおしゃれに縫ってるんだとなんか楽しいですもんね。はい、じゃあ次お願いします。はい、いよいよあれですよ、これ ね、はい、節約しながら貯蓄投資って過去に、小規模企業共済、これ事業者なんだね、7万上限所得税の控除の対象になります。経営セーフティー共済、これは事業者ですね、これもね月20万が上限で所得税もしくは法人税の控除対象でございます。確定拠出年金、これはね所得者とか給所得の人とも従業者も両方ですね、自営業者が月 6.8 万円、給与所得が月 1.2 から 2.3 万円、所得税の控除が対象になりますということで、出ました出ました。これはこれね、私そんなやっぱり詳しくなかったから、やっぱこのさ月どういうことなんだこの事業者、あちなみに、彼女 OL で、はい、まあ私と群馬さんはね、事業者でございますけども、共済のその7万円っていうのとセーフティー共済の20万ってこうどう違うんですか？あ、これですか、うん、まあ同じなんか中小企業、機構っていうようなところがやってる、まあ、政府 あの団体みたいなところがやってる、まあ、国が認めた、まあ、節税の方法、まあ、共済っていう、まあ、事業者のためになんか例えば将来 その年金代わりにまあ貯蓄するみたいな、うん、あの仕組みをまあ設けてるところなんですけど、この小規模企業共済っていうのはその個人の事業者本人とか、あとあの法人の役員とかが加入できるっていうことで、人ベースでかかる、あのあかけられる、共済になってて、役員以上みたいなね、そうですね、じゃあ、個人事業主の人もできて、中小企業の中小企業の役員もできるってことになって、それはお一人様法人でもいいんですか？一人法人でも大丈夫、はい、人にかかってくるから大丈夫ですで、はい、まあこれあの 人ベースでかかってるね、例えば私がその、法人2つ持ってたりとかしても、はいはいはい、あくまでも人でかかってるので、ね、一口しかかけられないってことで、 なので7万円が上限っていうことになります、じゃあ毎月7万はそれをこう貯蓄ですね、貯蓄ができる、はい、貯蓄できるということで、まあ、年金というか、まあ、そうですね、年今利率どれぐらいですかね、 1% とかぐらいじゃないですかねっていうようなぐらいの感じで、いやいや、まあでもね、まあ、あの、まあ、銀行よりいいよね、税金が、あーとか言っちゃった、税金が減らせるっていうところが何より大きいです。そうなんだよ、そう、はい、税金なんだよね、そうそう、節税効果がね、ありますからね。でセーフティー共済っていうのはこっちはもう事業者単位でかけられるので、ね、あの法人2つ持ってたら2口かけられたり、法人と個人事業持ってたら、あのそれぞれかけられるっていうことを、じゃあ20万でかけられます。20万20万7万ももらえるの？20万20万7万ってできます。じゃあ47万になるんだ。とかできたりとか、すごいったってそんだけやってっから、まあ、売り上げがないとダメですけど、そうだ、基本的に売り上げがないと。あ、まあ、セーフティー共済の場合、あの800万になると、もうそれ以上かけられないってことで、800万までしかプールできないって形に、はい、上限が20万上限は月だけど、はい、トータル800万がまでっていう形になる。もしすぐでもないけど、まあまあ月に10万やってたらすぐ、はいはい、なんか兄さんみたいな、何でも800万ね、そうそう、いやそういうのあるよね、あの、はい、あのイデコみたいに一人が1個しかできないみたいなね、はいはい、で、そうですね、その下ね、確定拠出年金って、これはまあイデコって個人型の話になって、まあ、あの企業にお勤めの方のその、企業型とはちょっと違う話になります、はいはい、企業型の方はもうその会社ごとに制度があるんで、はい、もうそれはもうあの社会保険料控除になってるはずですので、ここはもうあのもっぱら、自ら能動的にやるその個人型の方の話になります。で自営業者の場合は月8万円、で、給与所得者の場合は6.8万円、6.8です、すいません、はい、
給与所得の場合は、まあ、これはあの属性によってちょっと変わるんですけど、月 1.2 万円から 2.3 万円までかけられるってことで、まあ、働いてる方もそのぐらいできるし、はい、自営の人はまあ 6.8、まあ、あれ、あの、はい、分類が1とか2とかね、まあ、ちょっと専業主婦の人とか、はい、法人の人とか、まあ、いろいろね、ありますけど、はいはい、じゃあそしたらその7万もらって20万もらって 6.8 万もできるってこと？そうですね、はい、いやこれね、私本当にあの専業主婦の人とかパートの人はあの絶対これ知ってた方がいいと思うんですよ。やっぱり年金っていうのをもらうってこともできないし、こういうのがそのなんていうのかな、ね、税金にその控除の対象になるっていうのは、それこそ本当にさっきから言うけど、投資する前にまずこっち先やんなさいよ、ね、うん、ちょっとやらない理由が分かんないですね。そう、やらない理由が分かんない、進んでやらないってことはもう税金を納めますっていうかね、うん、税払いたいですみたいな感じで、そうなんだよね、うん、うん、これはあの、うん、あの貯金が銀行に眠ってる貯金が何百万かある人全部これに入れたらいいですよね、うんうん、っていうくらいですよ。あ、まあ、いっぺんに入れられなくても、うん、加入してから月々いくらみたいな形なので、うん、もうすでにプールされてるものに関しては、まあ、うんうんうん、そこはもうあの元手って形で、まあ、そうですね、投資するって形になるんでしょうけど、うん、これからなんか、うん、毎月積み立てていくっていう意味では、うん、まあ、これはまあ最初になんか考える選択肢かなと思います。あのね、私この話を知って何人かに話したけど、大体知らないですね。大体やってないです、うん、あの主婦系の人とか働いてない人って、 あの今のところ 100% の率でやってないですね、うん、そうかそうか、うん、あ、まあ聞いた人が悪かったのかな、でもあの、うん、はい、ぜひ伝えたいなってすごい思ってるやつの1個ですね、うん、はい、じゃあ次お願いします。はい、で節税しながら貯蓄投資、その3、生命保険を使って貯蓄投資もできるんですけど、生命保険で貯蓄投資は、まあ、あまりおすすめができない理由としては、保険にかかってるコストが高い、まあ、生命保険は万が一のためだと考えているので、まあ、死亡の時のお葬式代とかね、まあ、就業不能になるくらい時のためのぐらいだと思っていた方がいいっていうことですよね。うん、うんうん、そうですね、まあ、さっきの1ページ前のお話で、まあ、いろいろその共済とかにかけた後にまだ余裕があるんだったら、まあ、あの生命保険料控除の範囲内でなんか必要な保険に入るとかっていうのはありだと思うんですけど、まあ、いきなり生命保険でなんか貯蓄しようとかっていうんだったら、ちょっとあの別の方法考えた方がいいかなっていうところですね。だってだんだんわかる、保険会社がそもそも儲かるようにできてる仕組みだからね、保険っていうのはね、あの、はい、ですよね、はい、そうですね、ね、まあちょっとね、そういうのも見直すって大事ですね、はい、じゃあ次お願いします。はい、じゃあ今日の税金を少なくする知恵リマインドということでね、控除項目で使えるものを探す、働いてる方ですよね、節税しながら、まあ、事業者の方も、事業者もですか、はい、すみません、はい、抜けてました、節税しながら貯蓄投資のできる方法がある、事業者は税金の勉強は必須、節税だ、脱税の本も今固めてた、そうそうね、はい、まあ、読むっていうことですけど、はいはい、いやいや、でも本当にあのなんていうかな、あの仕事とかしてないね方とかパートの方なんか特にですけど、こういうことってなんかやんなきゃなーって言ってスーって日々が ね、 そうね、あのや、まあ、目の前にあることをこなすのがあの、ね、うん、精一杯なんでないと思うんですけど、はい、まず節税しながら貯蓄投資っていうよりはやっぱ勉強をしてね、まず国が応援してるものにまずそこをやってからですよね、うん、はい、うんうん、私もね今日あのこのスライドを作っていろいろ気づいたんでね、ちょっとあの20万、20万、7万はちょっと端からやっていこうかなっていう、まず元手がないし売り上げがないとダメなんだけどね、いや売り上げね頑張って ね、 もうね、いやいやいや本当にあの投資とか言うとねちょっとテンション上がるけどね、こっちの方がよっぽど確実だよ ね、 そうだね、あの確実なんですよ、はい、安全、はい、あの日本人大好き安全、あの損しないんで、そうなの、はい、損しないってさ、あのこういうのやったらこうなるよって言うと、あの元は返ってくんのとか損しないのってよく聞かれるけど、そんなんで儲かる話ないよって言うけどあるよね、これね絶対損しないもんね、はい、そうだね、うん、まああのイデコとかね、ニーサとかね、まあ銀行とか郵便局行くと、あの、まあ、ネットでもねすぐ調べればあの詳しく細かく丁寧に教えてくれるところたくさんあるのでね、ぜひぜひあのそういうのをね一回ちょっとね、
調べて、うん、ちょっと置いとくお金があったらそっちに回すといいんじゃないかなっていうのは、思ってます。はい、いや今日もガーッとスライド やったけど、ちょっと1回でやるのがちょっと無理ありすぎたかなぐらいの量でしたけどね。だって、来月は、3月の23日の火曜日夜8時になりますけど、テーマは何でしたっけ。あ、そうですね、もう、その投資のところのもう入り口のところからちょっと入ろうかなと思ってます。早くやりたい。いきなりハードル高いところじゃなくて、うん、まあ、低いところからっていうところですね。はい、はい、そうなんですよ、うん、もう節約節約ってきたからそろそろっていう話ですけど、ね、でもその前にね、え、何万何万ってなってくるともうお金ないんじゃないかって話だけどね、うん、毎月年金7万とか払ってたらね、はい、そうです ね, ね、はい、まあそういうことでね、ちょっと駆け足にはなりましたけど、たくさん情報をお渡ししたいので、また来月も、ご覧いただけたら嬉しいです。それではまた来月お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。